皆様本日はお忙しい中 JETRO2020 年度日本企業の海外事業展開に関するアンケート調査結果の速報ウェビナーにご参加をいただきまして誠にありがとうございます本日結果の説明をさせていただきます JETRO 海外調査部国際経済課の課長をしております伊藤と申しますどうぞよろしくお願いいたします 早速ですけれども、アンケート調査の結果のご説明を始めます。えー、調査の概要、こちらのページに記しております。1万3500社の企業を対象に、えー、アンケートをオンラインで実施をいたしまして、2722社の皆様より有効回答をいただいております。 えー、改めましてです、ねあのー、本調査、えー、皆様からのご協力に基づく、えー、回答結果によってのみ成立しているものでございます。調査にご協力いただきました皆様におかれましては、あのこの場を借りてです、ね、改めて御礼を申し上げたいと思います。えー、回答結果の,あの企業の内訳としてはです、ね、右側の、あのー、表にあるとおりでございます。 えー、回答企業のうちの84.9%が中小企業からのお回答ということになっておりますそれから調査期間でございますけれども2020年の10月30日から、えー、12月6日までの期間でございます、えー、新型コロナの発生から約1年おそらく通年でのですねコロナの影響というのがほぼ見えてきた段階での調査であったのではないかというふうに認識をしております こちら、調査結果のダイジェストを大きく4点にまとめてございます。まず、新型コロナの影響がいかほどであったかという点でございますけれども、これ、日本企業6割を超えるですね日本企業の海外ビジネスにマイナスの大きな影響を与えたということでございます。そののマイナス幅ととというこでででは売上減減少がですね平均で4割減に及んだと いいうののが1つ目のポイントでございます2つ目目下の通商政策における最大のリスクは何かということでございますけれども最大の懸念事項として米中間の摩擦に伴う輸出管理規制これが浮上したここが注目されるポイントとなっております調査時点においてですね最も影響を受ける通商政策として2019年の調査では、えー、追加関税措置 これが最大だったでここがですね2020年は、えー、中国の輸出管理規制の強化さらには米国の輸出管理投資規制強化これが、えー、最も影響を受ける措置として追加関税措置よりも大きくなっているということでございます米中間の摩擦が追加関税にとどまらずですね安全保障を動機とする幅広い規制に対して広がってきたことを印象づける結果となっています3点目です 日本企業の海外ビジネスの方向性はどう変化しているのかということですえ既存の海外拠点すでに海外に拠点を有している、えー、企業の皆様のですね、えー、海外拠点の事業拡大意欲これは実は調査開始後過去最低を記録しております一方でですね注目されるポイントとして新規の海外進出意欲まだ海外に拠点を持ってない企業の皆様 これから新たに海外に進出したいという意欲は衰えていないという結果になっていますまた事業展開先をですね、えー、リスクの分散の目的で、えー、多元化していくというような、えー、傾向が目立っておりますまた海外の事業展開先といたしまして最大の市場である中国ここをまあ、そのターゲットとしつつですね米国ですとかベトナムですとか台湾ですとか こういいっった、あのー、中国国以外の国地域にに分散しててく傾向も明らかになっております。とりわけその米国に対しては米国に新たに進出したいと回答した企業の割合というのが前年調査から10ポイント近く増加をしております巨大な国内市場を視野に,、ね、にですね、販売の拡大、バリューチェーンの多元化こういったところの意識の高まりというのが見えるというポイントでございます。4点目のポイントです。 リスクの高まりによって日本企業はどのようにビジネスを見直そうとしているのかという点ですけれども新たなビジネス様式に移行を、えー、しようとしているこれが喫緊の課題になっているということでございます特にですね、えー、日本企業あの回答いただいた企業の皆様の7割が海外の事業戦略ないしは組織体制を見直すと回答されていますでその中でもデジタルを活用した販路開拓ここに対して、 強い意欲が示される結果となってますで特にですね越境 EC の活用これが進展をしておりまして活用率そのものが4年間で15%ポイント上昇しているまた中小企業においてその越境 EC の活用意欲がとりわけ高いという結果が出ております以上4点がですねダイジェストとしてお示ししている全体のポイントとなりますでここから調査結果の要旨を 3つのトピックスに分けてご報告します。まず1つ目のトピックでございます。グローバルリスクの高まりとビジネスへの影響というところ。その1点目です。新型コロナウイルスによって国内、海外の売上がそれぞれどのような影響を受けたかということでございますけれども、海外の売上に着目をしています。マイナスの影響を受けたと 回答する企業の割合が全体の6特にですね業種別に右側のグラフで見ていただくと自動車自動車部品その他の輸送機器こういった分野でマイナスの影響を、えー、上げる企業の割合というのが85.7%と9割近くに達した主要国での市場低迷これが特に大きかった、えー、自動車業界そこで負の影響が えー、上げる企業の割合が高かったことを示したものとなっております他方でですね、えー、飲食料品の製造など特にその需要が底堅い分野ではマイナスの影響を上げる企業の割合が相対的に低いまたプラスの影響を上げる企業の割合も相対的に高いという結果となりましたそれでこちらのスライド2点目ですけれども じゃあマイナスの影響を受けた企業、この売上げの減少幅はどの程度であったのかということでございます。これ、平均で、えー、見たもので示しますと、全体で38.4%減であった、つまりその4割近くが減少したというのが平均値となっております。国内と海外の売上げを比較すると、海外の売上げの減少幅の方が国内よりも大きい結果になっておりまして、特に あの業種別にあの非製造業製造業に分けて国内外の平均の売上の減少幅を示しておりますけれども全業種をしなべてですね海外の売上の減少幅が大きいという結果となりましたでそのどうしてかっていうところにつながるポイントでもあると思うんですけれどもまずそのマイナスの影響これどこで一番大きかったかというのをですね えー、事業活動を別に販売調達生産管理経営このどこで一番大きな影響を受けたかというのを聞いてますそうすると4分の3の企業の皆様が販売を上げたそれからその理由についてあのー、自由記述で回答をいただいてます。で海外の 販売のマイナスの影響を受けたと答えた企業の皆様キーワードとして特に多かった国内との違いで出てきたものとしてはですねロックダウンというキーワードそれから渡航こういったキーワードが出てございましたつまり国内よりも厳格な海外におけるロックダウンこの影響によって取引先が休業して、えー、実際に売り上げが上げることができなかったですとかですね 渡航の制限によって予定していた中商談が中断されてしまった。これによって販売が実現しなかった。こういったコメントが多く寄せられているところでございます。こういったところがですね、おそらく海外での売上の減少幅が国内よりも大きく出た背景にあるものと考えております。こちらは、じゃあ2021年度についてはどうなのかということでございます。コロナの影響は、 わからないと左のグラフでですね回答している企業の割合が約 50%48% を超える企業がわからないというふうに回答しておりますまだまだですね調査時点11月から12月の初旬にかけて新型コロナの状況というのが本当に先を見通せない状況になっておりますのでそういった事態を反映した結果になっているものと考えております でこちら、あのー、コロナからちょっと離れてですねもう一つのグローバルリスクである保護主義について聞いております調査時点において米中貿易摩擦をはじめとする保護主義の影響についてどのような、まあ、プラスなのかマイナスなのかわからないのかというところで言いますとわからないと回答された企業の割合というのが約4割と なりましたそれから今後23年というところで見通してもですね分からないと回答される企業の割合がさらに増えて45%を超えてきておりますで分からないと回答された企業はじゃあ具体的にどういうことを言っているのかというところを自由記述で回答されたところを見るとですねやはり米中今後の米中関係が不透明であるですとか 米中問題がどのように展開するのが不明であると、こういったところの先行きが見通せない状況がですね、この分からないが、えー、40%を占め、さらにそれが今後拡大していくというところの回答の背景にあるものと考えております。じゃあ具体的にですね、調査時点でどのような措置が、 えー、自社のビジネスに影響を及ぼすのかということをあのいろんなその措置別に聞いたものがこちらのグラフになっています。まず調査時点においては中国の輸出管理規制の強化米国の輸出管理規制強化これがトップ2となりました。でこれ 去年ですね、2019年度の調査ではこの水色、薄い青のバーが、あのー、2019年度の調査結果を示していますがそこで見るとですね、米国の301条に基づく追加関税中国の報復関税これが最大の措置であった最も影響を受ける措置であったということでございますがそれに代わって2020年度はですね、輸出管理規制強化が 浮上してきたとといいうことでございます両国の輸出管理規制強化が浮上してきたということでございます。で今後2、3年の影響ということで言うと、ですねそれぞれ中国、米国の輸出管理規制強化、さらには米国の投資規制強化、これが、あのー、2000現時点よりもさらに拡大するというふうに見ているということでございます。えー、こちらについて、ですねあの一点、ちょっとその現地。 アメリカのあのー、日本企業の海外拠点、現地法人を対象にした調査の結果をご参考までにお知らせすると、あのー、9月時点の調査でですね、米国のまあその中国に対する301条に基づく追加関税これが引き続き最大の影響ということで回答されています。つまり現地側の拠点では引き続き追加関税措置というのもですね非常にその大きな懸念としては浮上しているということで本社と。 現地法ジェトロとしてはです、ね、今後、引き続きこういったまだ運用実態等があの不透明な部分も多いですね両国の貿易輸出管理の規制強化さらには追加関税措置も含めて今後の動向、日本企業への影響を最新状況を米中両国の事務所とですね連携して発信していきたいというふうに考えております。 1>, 1スライド飛ばさせていただいて次の海外進出・輸出への取り組みについてご報告いたしますまず1点目のポイント今後の海外進出の方針今後3年程度ということでこれ毎年経年の変化を見るために聞いている質問でございますこれによるとあの注目いただきたいのがまず濃い青の左のグラフですね すでに拠点を持っていらっしゃる企業がさらに現地拠点の拡大を図ると回答する企業の割合が2019年度調査の30.9ポイントから2020年度は19.1ポイントに低下をいたしましたこれは過去最低の数値となっております他方で今海外に拠点を持っていない企業の皆様が新たに進出をしたいと 回答されるした割合、これはですね24.8%でこの,この数値を見ていただくとここ数年横ばいで推移して今年コロナ禍においても大きく減っていないことが分かりますつまり現地拠点の拡大欲は過去最低たるも新規の進出意欲これは衰えていないという結果が明らかになっているということでございますでもう一つ 見えている傾向といたしましてそれぞれ海外で事業拡大を図る対象国地域をですね複数回答で聞いていますで左のグラフそこでいくつ国を選んだかというのを経年で見たグラフとなっております2020年度の調査の特徴として1社が選ぶ対象国事業拡大の対象国の数が増えたと。 といいうことでございます去年の3.8から今年は4.9と1社が5カ国程度を上げる傾向が出ましたリスク分散の意識の高まりによって対象国地域を増やす動きというふうに見ておりますじゃあどこを上げているのかということです。事業拡大を図る国国地域といたしましまてはもう例年中国が 1> 第一位なんですね2018年に49.9 2019年に46.3それが2020年度においては48.1%の企業が中国で事業拡大を図ると回答していますでこれ複数回答なんでまあベトナム、米国とタイこういったところが中国に次いで回答されているわけですけれども注目されるのがアメリカです去年の31.9から40.1% までアメリカををげるる企業の割合拡大をしていると特に右のグラフで見ていただくとさらに拡大を図るではなくて新たに進出をしたいと回答されている企業というのが特に米国で10%ポイント近く増加をしているという結果になっておりますでこれですねあの回答いただいた企業の皆様はご承知の通り機能別に聞いてるんですね。 販売機能ですとか、物流機能ですとか、研究開発機能、それから地域統括、こういったところを聞くと、ですね、アメリカは販売や物流や研究開発、地域統括、こういった機能を押しなべて、えー、拡大を図る、これがその増えているという結果になっております。 ですからそのもう一つ自由記述でですねアメリカを選んだ企業の皆様の理由を見るとリスクの分散ですとかあとはその米国市場を狙う市場開拓販売の多元化こういったキーワードが出てきているところでございますコロナ禍においてリスク分散の動きの中でアメリカをですねバリューチェーンの一角に組み込んでいこうそれによって 市場の大きいアメリカをですね、えー、バリューチェーンの一角に組み込みリスク分散を図っていこうという動きだと、えー、捉えております。でこちらは輸出に対する意欲ということでございます。えー、輸出の拡大意欲につきましては輸出の拡大を図ると回答する企業の割合が七十六点八パ七パーセントとなり三年ぶりに八割を切りました。 他方であの注目いただきたいのはですね輸出を縮小するとかって回答する企業は横ばいでございましたまた新たに取り組みたいという企業の割合は増加に転じているということでございます、まあ、その拡大を図るというのはなかなか難しいという状況の中でこの状況が落ち着けばですね輸出を再開拡大したいというコメントも多ございました、まあ、そういった経過 傾向を反映した結果というふうに見ておりますそれから輸出についてもですねどの国・地域をターゲットとするのかというのを複数回答で聞いております中国が最大これ進出と変わらず中国が最大ということでございますがここでもアメリカというのが、えー、去年に比べて8%ポイント上昇をしているという結果でございます アメリカを選んだ理由としては特にその自由記述の中で,です、ね、市場それから自社のブランドが受け入れられやすいですとかそういったところが多く見られる結果となっております改めて、まあ、コロナ禍で市場規模というところに注目が集まっているということが分かる結果となっておりますでこちらはですね複数回答ではなくてどこを一番重視しますかと いうことを聞いた説明です中国は最大ここでもアメリカが2番手でアメリカが過去からの経年で見るとあの増えているという結果が同じように出ている中国米国西欧これを足すと全体の6割を占めるという結果でございましたまたあの商品名としては化粧品とかですね日本酒自動車こういったところが特に大きく、えー 品質すするワードととして出てて出きたという結果になっておりますでもう1点のポイント EC の利用ということでございますまず EC を利用したことがあるのかないのか今後 EC の利用を拡大するのかしないのかという2点のポイントを聞いてます EC の利用についてはですね、えー、全体の 33.3%が利用したことがあると答えております。で、利用を拡大すると答えた企業は全体の43.9%。で、ここで注目していただきたいのが、利用を拡大すると答えている企業の割合が、右下の中小企業においてとりわけ高いという結果でございます。中小企業においては、約半数の企業がですね、 今後、EC の利用を拡大すると答えているのに対して、大企業においては、それが3割以下にとどまっているという結果となりましたで。こちらはですね、EC の利用状況として、国内への販売、海外向けの販売、海外,海外向け販売の中で、それは越境 EC なのか、海外拠点での販売なのか、代理店等を通じた海外への販売なのかというあの内訳を聞いたものでございます。 でえー、ここで右側で注目しているのが、ね、日本国内から海外へ EC を使って物を売る越境 EC の活用率ということでございますけれども中小企業で47%ということで大企業よりも高い結果となっております特に衣料品、化粧品それから一般機械こういったところで越境 EC の利用率が高いという結果になっております。 JETRO で支援しているです、ねえー、EC による販売促進事業においてもこういった企業の皆様は比較的ユーザーとして、えー、利用の多い業種となっております。どこに売ってるんですかということですけれどもやはり EC においても海外販売というのは中国が最多となっております5割近くが中国に売っているでアメリカが4割近いという結果です。で 今後の販売先で一番重要視するのはどこかというところだと、やはり中国が一つを選ぶとするとですね、中国と答える企業が3割という結果になっております。やはりそのイ中国の ECC 業っていうのは世界最大でございますし、その伸び率というのも非常にその急速であるという点が、中国を重視する企業の割合として出ているものと見ております。 こちらまでが輸出、進出の動向ということでございます。最後のポイントでございます。リスクに対応して、どのように海外ビジネスを見直していくのかという点でございます。まず、海外ビジネスのリスク、これが顕在化する中でですね、ビジネスを見直すのか見直さないのかという点については、約7割、69.6%の企業は何かしらの 海外事業戦略、ないしは組織体制をを見直すす。と回答をしておりますでその中でもとりわけですね販売戦略を見直すという回答が多く出ました販売戦略の見直しの中では、まあ、販売ターゲットの見直しこれはですねコメントを見ると多角化です販売先を増やしていく多様化を図っていくという動きそれからバーチャル展示会商談会等の活用 さらには越境 EC の活用こういったところを具体的な方針に上げる企業の割合が高く出ましたデジタル活用による販路開拓これが喫緊の課題となっている状況がうかがえる結果と言えるかと思いますそれからあのその他の見直しとしてですねここでは調達の見直し生産の見直しというのを挙げておりますえ調達生産ともに あの14%、13.2%といずれも2割以下となっておりますが、あのー、特に、ここ、例えば生産の中ではですね生産地の見直しというふうに回答している企業の割合は例えば13.2%この中のさらに3分の1以下という結果になっておりますし設備投資の中止延期というのはさらに2割以下になっているということでございまして、まあ、その生産の中でも生産地を見直したり 設備投資を中止延期したりする動きというのは非常に限定的にとどまっているという結果と言えるかと認識をしております見直しの方針業種別にあの細かく示したのがこちらの表になりますご参考として付けているものでございますで、えー、こちらはですね 販路開拓、とりわけそのデジタルを活用した販路開拓ということがあの喫緊の課題となる中で,です、ね、じゃあそのデジタル技術を活用する上での課題は何かという質問をしておりますが、最も多かったのは、よく言われることですけれども、技術者等の人材が不足しているという点でございます。6割近いい企業がその点を課題としてて挙げている で実際の取り組みはじゃあどうなのかということで IT 人材確保に対する取り組みを聞いていますが中小企業においては確保していないという企業が44%大企業の15.6を大きく上回っているまた一方でその中途採用や新直接雇用によってその IT 人材を確保している育成していると回答した企業は 大企業が65%に対して中小企業は38%にとどまっているといずれもやはりその人材確保育成という面においては中小企業と大企業において相当の温度差が見られた結果となりましたで最後のポイントでございます、えー、デジタル改革 DX こういった分野でですね、えー、国内外の企業機関と連携協業してそれを進めるかと いいうことについて聞きましたでそれを取り組んでいると答えた企業の割合は18.6%検討中と合わせると35.7%の企業はですね他社機関との協業連携によって、まあ、そのデジタル化の推進とか DX 化に取り組んでいるという結果となりましたでその中でじゃ具体的に何をしているのかというところでの右のグラフの中で本調査で注目したのは赤で囲んでいるですね 海外企業との連携とか共同研究ないしは海外スタートアップとの連携こういった分野でございましていずれかの,あの手段で海外との連携協業に取り組んでいる企業の割合というのは3割を超えてきたという結果となりました、まあ、こういった動きとです、ね、JETRO としては今後積極的に支援していきたいというふうに考えているところでございます そのご紹介といたしまして、あの一番右ですね、DX 推進のための協業連携として、JETRO ではポータルサイトを設けて、さまざまなウェビナーやマッチング等を支援したりとか、実証企業に対するあの支援として、予算のえ一部補助等の事業も実施をしております。それから、先ほど来申し上げている越境 EC ですね、これについては専用のえーページを設けてですね、 あの企業を募集する形で越境医師にチャレンジする企業の皆様を支援させていただいておりますまたこういったその調査の結果等を含めてですね、えー、刻々と変わる特にそのコロナ禍で先行きの見えない世界主要国地域の動向をスピーディーにお伝えすべく、えー、情報発信ウェブページの拡充を図っております これらのページをぜひあのご覧いただいてですね、ビジネスにお役立ていただければと思っておりますえ。報告部分につきましてはこちらで以上となります。どうもありがとうございました。で最後にですね、あのー、こちらでこのウェビナー中にいただいた質問をですね、 えー、今までのところをリストにしたものでございます。えー、まずですね、あの保護主義の関係で2点質問が来ています。えー、保護貿易主義は SDN リストとも関連しますかという質問でございます。でこの SDN リストというのはですね、あのー、米国の外国資産管理法に基づく制裁リストというふうに認識をしております。 であのー、我々が今調査において聞いた保護主義における設問の選択肢の中にはですね主にその輸出管理改革法、エクラと言われる法律それからその外国投資リスク審査現代化法、ファーマと言われる法律この辺をアメリカの,、まあ、その保,護保護貿易主義の,あの対象としてですね念頭に置いたものとなっております。SDN リストこれはその 管理も財務省ということになっておりまして保護貿易主義というよりはもうちょっと大きな安全保障をターゲットとしたものということでございますで、回答いただいた企業の皆様の回答内容を見てもですねやはりその輸出管理法や投資リスク審査現代化法こういったものを対象に答えている皆様が多くてですねあまり SDN リストというものを念頭に置いた回答は少なかったのかなというふうに見ております 2点目ですけれども、保護貿易主義とは具体的にどういうものが多いでしょうかということでございます。あのとりわけ、まあ、これ、保護貿易主義といっても、本当にさまざまな分野に及ぶわけですけれども、この調査において、やはりその回答が大きかったのはです、ね、輸出管理といって、その輸出先をリスト化して規制するような動きですとか、安全保障を目的に国内への投資の審査を 厳格化する動きですとかないしはもっとダイレクトにですねあの追加関税措置のような形で関税を特定の製品に対して課していく動きこういったものを保護貿易主義というふうにあの具体的にですね協議の保護貿易主義というふうに捉えておりますがさまざまなあの自国の産業貿易を保護するために各国政府が打ってくる措置 これがまあその抗議の保護貿易主義というふうに認識をしているところでございます、えー、簡単ですが3点目の質問 EC についてですね、えー、4点質問が来ておりますまずその機械製造業で越境 EC といった場合どういう手段が考えられるかということでございますけれどもあのー、まあいろいろな手段があると思いますが あの一つですね、あのー、B. to B. 専用の E. C. サイトというのが。最近その非常に利用されております。特にその世界最大のあの B. to B. の E. C. サイトとして知られる。アリババドットコムとはですね、非常にその日本からも利用者が拡大をしているものと認識をしております。ジェトロでも。あのー、ちょっともう募集は締め切ってしまっているんですけれども。アリババドットコムと連携をしまして。 えー、日本企業の皆様の同サイトへの出展の支援等を行っているところでございます。こういったところではあの機械製品等でもですね非常にその取り扱いとしては大ございますいったところでが1点目でございます。それからバーチャル展示会商談会と越境 EC は異なるでしょうかという質問でございますけれどもあのバーチャル展示会商談会というのは JETRO においてはですねあのリアルに それはこれまでやってきた展示会等のイベントをオンラインの、オンライン上で行うというような、あの一過性のイベント内に位置づけであの開催をしております。今日 EC というのは、むしろそのサイト等、常設等のものにですね、サイト等で設けているものに対して自社の製品を、まあ、その掲載をして販売をしていくということでございます。ですので、事業の絡みで言いますと、 バーチャル展示会というイベントに参加いただく企業の皆様にはです、ね、EC サイトにもあの常にその製品を掲載いただいておいて、そこに誘導するような流れというの,があのを推奨しているというような、えー、認識をしているところでございます。 それから、あのー、3つ目の質問でございますけれども実際に越境 EC を通じた相手国への輸送手段ということでございますけれどもこれ実はあの今回の資料には含んでおりませんが設、あのー、問の中に含んでおりますでいくつか選択肢として回答の多かったもので言いますとまずその国内の自社サイトでの販売ですね。 でこれはその国内の自社サイトで注文を受け付けて、えー、受注後に日本から商品を発送するという形態になります。それから多かったのが国内の EC モールなどへの出店。これも国内の EC モールに商品を出店して、注文が入ったら海外に送るということでございます。それ以外にもその海外の EC モールに出店をするとかですね、えー、こういった 方法もございます、まあ、こういった方法を活用して、皆さん取引をされているといったところでございますで。4つ目の質問はちょっと難しいんですけれども、EC の方がいいのか、バイヤーを通した卸の方がいいのか、エリアや国によって特徴があるのかというところでございますが、エリアや国によっての特徴というのはあの大きくあると思います。まずその越境 EC のの EC 市場規模というのがですねあの非常に拡大をして あの小売市場全体の一定割合例えば3割近くを占める中国のような国とかですねあのまだまだその市場規模が小さい国ということで攻め方も違ってくるのかなと思いますただその最初の方の EC の方がいいのか通常の卸の方がいいのかっていう点についてはですねあの回答いただいた企業の皆さんを見ると、まあ、全体としての輸出の中で本当に一定割合として今 EC に取り組み始めていると。 いいうう段階の企業様が多いように見受けられておりますですから、あのー、通常の輸出というのをです、ね、あのこれまでどおり推進しつつその多角化、ハンドルの新たな開拓の手段として EC というのもです、ね、積極的に活用いただくというところが取り組みとしてはあのー、多いのかなというふうに認識をしております。 最後の質問、あのー、ちょっとこれも難しいんですけど今回のテーマとは違いますけれども会場運賃高騰等の影響とということで、えー、来ております、あのー、確かにですね、身、あのー、動きが非常にその、まあ、5月をそこに6月、7月20年,のです、ね、20年の5月をそこに6月、7月ぐらいからあの戻ってきてで戻りが比較的早くてですね あのいくつかの主要の港湾等ではあのかなり混雑をしてしまっていると、でこれに対して、あのワーカーさん、港湾で働かれているようなワーカーさんがそのコロナの影響でなかなか思い通りにその出勤できていないというような状況の中で、あのサービス、支援等が目立っているとで、これに伴ってコストも上がってきているという状況は聞いております。 で当面ですねやはりその予断を許さない状況というところが続いているのかなというふうに見ております、えー、中国の,あの旧正月、えー、辺りをですねあの一つのもしかしたらピークにするのかもしれませんしあのちょっとこれからまだあの動向どうなるのかというところはあのなかなかこれといった答えはないところでございますけれどもこういった状況も含めてですね今後引き続きウェブ等で情報発信に努めてまいりたいと 思っております。以上ですね。あのいただいた質問へはあの回答をいただきましたあ回答させていただきましたが、あのまあ、もしご不明な点等あればですね、また改めてジェットロのウェブサイト等をご覧いただいて、えー、ご質問等をいただければというふうに思っております。本日はあのお忙しい中お時間をいただきましてどうもありがとうございました。またあの繰り返しになりますけれども、このようなアンケートの調査というのはですね。 ご協力いただく皆様のご行為あって初めて成り立つものになりますので、えー、引き続きアンケート調査等へのご協力何卒よろしくお願いいたします。今日はどううもありがとうございました